高画質インクジェットプリンターの寄付先、倉庫や中小規模の事業所向けを中心としたレーザービームプリンターのサテラ、オフィスの先端マシンとなる複合機イメージランナー、業務用のオーバンインクジェットプリンターのイメージプログラフ、そしてプロダクションプリント市場向けのイメージプレスであります。今回新世代複合機イメージランナーアドバンスを新たに投入することにより、オフィスのハイエンドからミッドローの領域までラインアップを強化し、シェアのさらなる拡大を図ってまいります。イメージランナーアドバンス C9000 プロ、 C7000、 C5000 の3シリーズ12モデルを発売いたします。9月の日本発売を皮切りに、今後全世界で展開してまいります。またソリューションの実現するソフトウェアやサービスも大幅に刷新し、売上の拡大と継続的な収益基盤の構築を狙ってまいります。厳しい情勢の中でですね、設備投資が抑えられる中、事務機の事業をどうするんだというのが一つ目だと思いますが、やはりですね、先ほど申したようにですね、今の世の中はやっぱりじっと我慢しながらですね、これからの先を睨んだ形の、事業展開をやっていかなければいけないと考えております。その中でも特に、現在事業の展開がですね、地域だけじゃなくてグローバルの展開がこれから大きく左右すると思います。でそういう意味では今回のアドバンスはですね、それを見越したですね、開発体制なり、それから商品として仕上げていけたものと考えております。やはりやみくもに突破するじゃなくてですね、今の時代を少し我慢しながら過ぎるので見越した展開にしていきたいと考えております。内田社長に伺いたいんですけれども、先ほどその次の展開を見越した戦略が必要だという話があったんですけれども、その今回の新製品の発売にあたってですね、その複写機市場の動向をどういうふうに見ているのか、伺いたいと思います。一部の製造業では景気が下げ止まってですね、需要の持ち直しが見られるということなんですけれども、こういった景気動向を現状どのように見ているのかということとですね、その今後の市場の見通しについても伺いたいと思います。お答えします。先ほども言いましたようにですね、現在の状況というのは非常に複写機の事業としては厳しいものだと認識しております。で1にも2にもですね、市場の景気がですね、回復しなければ非常に厳しい事業の展開になると考えております。昨今いろいろ言われているようですが、この景気がですね、どこまで、続くのかということについてもですね、我々非常に危惧しております。そういう中でやはりこの事業としてはですね、キヤノンとして一番重要な事業でございますので、新しい新機種をですね、投入しながら新しい使い方、それからユーザーの皆さんの要求に応えられるようなですね、商品が開発できるような体制で臨んでいきたいと思います。